川将軍公妃でございます。徳川将軍、あ、最後の将軍ですね。そうです。吉信さん。はい。ああ、美味しいんですかこのコーヒー。もちろんちょっと深入りのコーヒーなんで、すごい美味しいですよ。これはほぼ同じなんですか、将軍様が飲んだコーヒーと。最後の将軍様が飲まれてたものを、このひ孫様が、ひ孫さん、はい、復活させる。じゃあいただきます。あ、はい、あ、大丈夫ですか。ひ孫さんのね、徳川将軍コーヒー。河津桜を見ながら将軍様も飲んだんでしょうか。ババね、ババ似てるでしょ。奥の方がネギですか。こっちがネギ。あ、真ん中はこれポテトで、これかぼちゃ。あ、これあれ宇宙飛行士の山崎さんと何かゆかりがあるんですか。そう、どういう関係があるんですか。山崎直子さんが宇宙に持ってったかぼちゃの種で作ったコロッケ。ああ、なるほど。あ、さ、聞いたことあるな、そういえば。ああ、そうですか、どうもありがとうございます。はい、いや、美味しそうだ。これが矢切ネギですか。これ矢切ネギ。あ、これ料亭で出る高級なネギですね。そうですね。あ、去年も食べたんですけどね、結構甘くて美味しいですよ ね、 ただ火が通り過ぎちゃうんですよね、どうしてもね。ごめんなさい、ちょっと待ちくださいね。まあ、生で食べても美味しいぐらいだからね。